中村敏一は、日本の政治家。愛知県衣市長、衣町長、愛知県会議員などを歴任した。衣町長在職中、トヨタ自動車工業の工場誘致、土地買収に尽力したことで知られる。警察官時代の中村敏一愛知県八名軍、下城村出身。農業を営む中村敬二郎の長男として生まれる。 下川村第一人上高等小学校卒業。父の死をきっかけとして1906年14歳の時に家を出て農業試験場養蚕部に入る。養蚕教師として西三河の農家の指導に当たった。1912年第15師団に入隊。1913年除隊と同時に警察官となる。八富警察署長。 田口警察署長などを歴任した後、1928年5月4日、衣警察署長に就任。1929年6月8日、衣町長に就任。衣町は明治から大正にかけて、養産生死業の盛んな地域であった。ところが、世界恐慌の影響で1930年に、国内外のキートの需要が激減し、 壊滅的なダメージを受けたコロモ町は、破れコロモと揶揄されるようになった。中村は、不況下であっても、教育の充実を目指し、コロモ町では、愛知県コロモ農業公民学校、コロモ町立青年学校、愛知県コロモ中学校などが開校した。1933年9月、豊田自動食器製作所は、常務取締役の豊田喜一郎の進言により、 自動車産業への参入を決断。同年11月、コロモ町に対し、ロンチガハラと呼ばれるコロモ町下市場の給料地域58万坪を自動車工場用地として買収したいと申し入れをした。1934年7月30日、中村と会社は土地の分譲価格を坪あたり20銭、譲渡期限を同年9月末とする猿号賞を取り交わした。 しかし、コロモ町による土地買収は難航。翌1935年春の時点になっても、貸城地区と長江寺地区の山林や田畑の価格交渉と買収予定地の開拓農家10個の移転先や返地の問題が残っていた。同年4月21日に中村は豊田自動食器から契約取り消しの手紙を受け取るが、なおも交渉を粘り、12月14日に、 コロモ町は、総数182人の地主から買収した58万坪の用地を会社に引き渡した。町は、坪平均30銭で地主から土地を買い取ったが、トヨタ自動食器は、猿汗柿通り坪20銭で購入した。同社は、工場の創業前に、事業税を先払いし、コロモ町はこれを、工場誘致費の差額分に当てた。 同社のコロモ町負担金建て替え額は77,479円に及んだ。1937年8月28日にトヨタ自動車工業株式会社が設立され、コロモ工場は1938年11月3日についに竣工した。以後、コロモ町は車の街として歩み始めることとなった。 本田康二県議の辞職に伴って1938年3月8日に行われた愛知県会議員補欠選挙に立候補し初当選した。戦後も町長として残り混乱の収集に当たっていたが、1946年5月17日に辞職した。同年7月10日、衣町会の全員協議会が策案した町長選挙が行われる。 この選挙は、巡候選とも言うべきもので、立候補者は定めず、各自が自由にこれはと思う人物に投票するという、ものであった。中村は、自ら立候補したわけではなかったが、得票数2位で、最高点の渡辺八吉が当選した。大政翼3回愛知県支部参与を務めていた、ことから、1947年1月14日付で、公職追放を受ける。 長く完食にあったが、1951年7月2日に追放解除になる。1952年11月26日、衣商工会議所が設立認可される。同商工会議所の副会頭に就任。1955年4月30日に行われた衣市長選挙に立候補。現職の渡辺八吉。 中村武雄を破り初当選した。投票率は95.20%であった。同年暮れから体調を崩し自宅で療養していたが、1956年1月6日、延髄出血により死去。63歳没。同年1月11日、訓後東髄法省を受賞。1961年3月1日、豊田市名誉市民に推挙される。 2019年3月2日、豊田金一郎と中村の功績を称える検証祭が二人の銅像がある豊田市役所で開かれた。親族や地元関係者、小中学生ら約450人が集まり、銅像に喧嘩した。ありがとうございます。